皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、時代によって教室のネット集客の方法もレベルも変わる、思考を柔軟にして取り込む AI 時代のネット集客のコツということについてお話をしてみたいと思います。ネット集客っていうのは、その時代時代とか、そうですね、季節とかにもよるんですけれども、まあ時代って言った方がいいんでしょうかね。数年前と、また去年と一昨年とっていうことで、ほんの少しずつなんですけど、やはりトレンドっていうのは変わっていったりするものなんですよね。それで検索そのものっていうことも、トレンドが変わってきたりとか、多様化をしているっていうのも事実です。以前であればですね、そうですね、私がネット集客を取り組み始めた90年前ぐらいの時っていうのは、ブログ集客っていうのが主にメインでやられてまして、でその時から、今も変わらないんですけれども、王道は、ホームページで集客していきましょうっていう王道は変わらないんですけれども、その時代によってですね、いろいろなものがどんどんSNS ツールとかも増えてきているので、その特性と内容を知って上手に取り込みながら、やはりやっていかなくてはいけない時代とかになってきているんですね。で今日はとあるコラムにですね、Google の AI 化が進んでいて、それによってどういう影響が起こってきているのかっていうことが、書いてあるコラムがありましたので、そちらの方を中心に、お話をしていこうかなというふうに思ってますので、少々お付き合いください。まずですね、教室の先生たちっていうのは、そんなにこうネット集客をガツガツやってるようなタイプがの方がそもそも少ないです。まず第一段階として、ブログを持ってる、例えばアメブロを持ってるとか、ライブドアブログ FC2 とか、いろいろなエキサイトとかそういうのを持ってらっしゃるっていうお話とかはよく聞いたりとかですね、あとはポータルサイトとかですね、クスパさんであったりとか、趣味ナビさんであったりとか、そういったこうポータル入り口サイトですね、そちらから自分の教室を探してもらう、そこに自分のホームページのようなものを置いてらっしゃるという方もいらっしゃるというのも知っています。で、ホームページをなぜ皆さんが持たないかっていうと、作るのに敷居が高いからっていうのが、まずホームページを持たない理由だったんですけれども、これはもう10年前から今にかけてですね、劇的に、ホームページと呼ばれるその、自分のもの、オンドメディアと呼ばれるものを作るハードルがめちゃめちゃ下がってます。で今はおそらく集客、見てもらえる効果が高かったりするようなホームページ作成、ツールというかメディアですかね、っていうのがペライチっていうところのシステムは、検索もされやすいような引きを持っていてっていう、最初の1枚は無料で作れるんですけれども、ペラ1枚で作れるっていうことで、こう申し込みページが作れる、ほぼブログに似た感覚でブロックをこうどんどん挿入することで作れていくって、非常にこうホームページ作りのハードルを下げた、ある意味革命というかですね、そういうサービスだなっていうふうに思ってまして、私自身ももう6、7年前くらいからですかね、4年前、おおよそもうほぼペライチができた時ぐらいから使っているんですけれども、ペライチ自体もすごく進化もしていますし、無料から始めて有料プラン2段階ぐらいあるんですけれども、そういったものを使っていくとどんどん機能が付加されていくっていう、ビジネスモデルの仕組みで見ていたとしてもですね、フリー戦略と言われる、フリーでまず使ってもらって、その後、そちらの月額課金に移っていくっていうモデルとしても非常によくできているモデルだなと思いながら見ているんですけれども、そういったものであったりとか、あと、王道で言うと全世界的に使われている、ホームページのブログシステムのワードプレスっていうものですね、そういったものとかも
昔に比べるとそのテンプレートもものすごく豊富にあって、でそちらを入力しながら作っていく、ペラ1よりはハードル高いですけれども、とはいえウェブの学校に行ってなかったとしても、まあそうですね、会社とかでマニュアルとかを見ながら操作、コンピューターの操作をできてたようなタイプの人であれば、おそらく作ることができる。まあ、そういうそのものを用意するっていうのはそんなに難しくはなくなってきているんですよね。あとは環境の変化っていうと、一番大きなのはやはりスマホですよね。まあ、iPhone の普及によってそれが一番大きいんだと思うんですけれども、ほぼほぼ皆さんの何か調べたい、知りたいっていうと、まあ、まずスマホからまず調べることになると思います。私自身も当然外出先で調べるのであれば、まあ、タブレット、もうちょっと大きいものね、見たい方とかはタブレットレベルになるのか、ミニノートパソコンかで見る方もいらっしゃるんでしょうけど、まあ大概女性の8割9割もほぼ携帯で全部見る方が多いと思います。そうすると、まあ携帯で検索するっていうことが大前提になっていて、しかもその携帯で検索する時がですね、何で検索するかっていうのも、これもまたここ2、3年で検索の市場と事情が変わってきているっていうのもありますね。特に女性の場合とかだと、インスタグラムとかですね、ピンタレストとか、まあ、そういったこう写真を中心にした媒体の中でハッシュタグベースで自分が知りたいものとかお店とかを調べたりすることも多いですし、一時期ツイッターとかはこう廃れてきてたんですけれども、また芸能人の方とかも使い始めたりとか、少しそのつぶやくっていうことのリアル性というか即時性と、あと短いコメントでしか言えないっていう多分ところあたりが評価されているのか、ツイッターもまた少し息を吹き返しつつあるっていう、まあ、そういう現状があったりとかしてますね。で、YouTube、これもお子さんとか小学生レベルとかだと、まあ、ブラウザーと呼ばれる、いわゆる Google とか Yahoo とか Safari とか、ああいうものを使わないでですね、その動画内検索、YouTube 内検索で自分の知りたい情報とか、そういうものを手に入れるとか、まあ、そういう検索方法もあったりするので、以前であればもう本当に検索エンジンと言われる、Google、Yahoo、 この辺りでも調べるのが当たり前ってされてきていた検索という手段もすでにもうだいぶ変わってきているっていう状態ですね。まずこれがもう社会的な背景にあるっていうことがあるので、まあ、教室ないしはそうでない、まあ、個人事業主の店舗の方がどういう形で集客をしていこうかって思う時に、まあ、そういった手段で探されたりとかも当然してくるので、見ている人の属性がそれぞれの SNS でいるタイプの属性が違うんですよね。インスタグラムにいる属性、ブログをよく読む属性、アメブロをよく読む属性、検索エンジンでちゃんと調べてから調べたいところに行くタイプの属性の方、YouTube で見る方、まあ、云々いろいろですね。なので、全方面に全て同じ力を入れるっていうことは難しいと思うんですけれども、ご自身のお客様が割とどの媒体に多くいるのかっていうのを、理解した上でその媒体に働きかけていくっていうのは、非常に効果的ではあります。で、私の場合はですね、ビジネス、まあ、コンサルタントっていう職業っていうこともあるので、 Facebook 何かも、まあ、割と相性がいい方です。Facebook は人によってはもう終わったコンテンツとかっていうことで言ってるらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、私に限らずですね、まあ、Facebook を使いながら、まあ、拡散、認知度を高めながらお商売なさってる方とかもいらっしゃいますので、基本的に Facebook の場合には売り込みというよりは活動報告に近い状態を繰り返していることが多いですね、Facebook は。要はそれを見ることによって人間として信頼してもらって、まあ、結果、その私という人物を探すために、
高橋貴子という名前で検索をかけて私のホームページに来る方が増えているっていう現象があるので、まあ、名前検索をされるようになってきているっていう、まあ、そういう検索のされ方とかも、私の、まあ、いわゆる一般的にキーワードで探される自分の職業を考えた時には、本来は教室、集客、コンサルタントとか、そんな名前で探されるように、当然キーワードとかをセッティングしてるわけなんですけれども、もちろんそのキーワードで探される方とかもいらっしゃるんですが、最近多いのがもう指名検索、名前で探す方とかっていうのも結構多かったりする。まあ、そんな感じでですね、その今背景をちょっと長々と喋りましたけれども、時代によってですね、本当に教室とかの集客方法とか、あとその濃度とかレベルとかですね、これも変わっていってるんですよね。だから昔これでできたから今できたっていうわけではないし、やり方とかも変わってってるんだっていうのを理解しないと取り残されることになってしまうので、努力の方向が間違えてしまうと無駄な努力に終わってしまうケースがあるんですね。だから時代が変わっていったりとか、まあ、例えば検索エンジンのルールが変わっていくっていう時には、そこに合わせて自分の方をチューニングして変えていかないと、結局見てもらいにくいというサイトを作ってしまうことになるので。それはですね、やっぱりアンテナを張りながら、情報は収集していった方がいいと思います。それで、まあ、今回私がまあお話にするのが、AI 時代のネット集客のコツっていうことで、主に、まあ、例えば、まあ、ホームページをベースに考えた場合を、まあ、中心に今日はお話しするんですけれども、検索のされ方がやはり変わってきてしまうんですよね、 AI とかが進んでくると。で、さっき言ったようなその YouTube とかブログとかの中で検索されるにしてもですね、キーワードで探すっていうのはもちろん王道なんですよ。特に自分が今緊急で困ってて、どうにかすぐに解決したいような内容がある時、そうですね、じゃあ例えばそうだな、水漏れとか、なんかあるとするじゃないですか、家の中とかで。そうすると水漏れ、至急、自分の多分地名とか入れますよね、横浜綱島とか、まあ、もしかしたら町名まで入れるかもしれないぐらいの、そういったものは多分そういう検索をおそらくすると思うんですけれども、そうでない限りは何か調べ物だったりとか、そういう検索が結構多かったりするんですよね。で、その Google っていうのはもう以前から、まあ、検索エンジンの王様ではあったんですけれども、その検索を見せていくっていう時の基準値っていうのは昔から変わらないものがあって、まあ、どういう基準値かっていうと、その困っている人、要は検索する対象の人が何かその言葉を入れた時に、まあ、あるサイトが候補でバーッと上がるわけですよね。そのサイトがその人にとって役に立つサイトかどうかっていう、このマッチングの精度を非常に重視していて、だからキーワードだけで対応できるような時代ではなくなっているということなんですよね。なので、ユーザーにとってより精度が高い、いい情報が届くようにしていくっていうのが Google の検索エンジンの使命なので、 AI 化が進んでいくとどんどんまたデータが溜まっていくので、そうすると検索結果とかを、順位をどんどん変えていったりとかですね、この内容で探す時にはこのサイトの情報がいいらしいっていうのが分かれば、それをこう順繰りに順繰りにどんどん順位変えてってしまうんですよね。だからデータの解析が AI が進むことによって非常にこう精度が高くてスピードが出るようになったんですね。特にあとスマホの普及です。今までは例えば手打ちで打たなきゃいけなかったのを、こうね、OK Google っていう感じでこうね、そうだな、じゃあ例えば横浜駅付近イタリアン美味しいとこどこ？とか そういう話とかですね、言ってそれを探し出してくるわけじゃないですか。で、それを入れた時とかにやっぱり地図が出てきたりとか、お店のその順位、口コミ、
Google マップみたいなのが出てきたりとかですね、まあ、そういった言葉に対して返答してくる時とかもありますし、そのキーワード的なものを本当に意味が分かんなくて語句を引いてる人は、その一番こう正しいであろう、精度が高いであろう語句を上から多分順番に並べていって、意味はこういう意味だよっていうのを教えてくれたりとか、あとはその動画がふさわしい、この回答にとっては動画がふさわしい、そうですね、例えばクッキング、料理の方法で、泡立てを上手にうまくやるにはどうしたらいいのとかいうのを仮に聞いたとすると、その泡立てをやっている動画を上の方に出してきて、その人が欲しい答えを返していくっていう形であったりとか、あと画像を要は知りたい場合ですね、富士山ってどんな山とかっていう、言った時に、例えばこんな山ですみたいな感じで画像を返してくるとかですね、必ずしもキーワードと言葉で返してくるわけではなくなっているっていうことなんですね。だから以前はですね、そのいわゆるキーワードで探される時には、まあ王道と呼ばれる大きなキーワードとかが当然あってですね、私の場合にはパン教室をやっていた時には、天然酵母パン教室横浜、まあ業種業態と地域、これがまあ基本的には SEO と呼ばれるサーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン最適化っていう意味から言うと、まあ、大事なところではあったんですけど、まあ、そういったキーワードで上位の方に行くと、そう探してる人に見せてくるっていう意味では、まあ、確かに上にいるのは大事だし、すごさがゼロになったとは言わないんですが、プラスアルファなんですよね。だから言葉でやっぱり検索する人とかも増えてくるので、人ですね、人間寄りに授業を考えていかないと、うまくいきにくい部分が出てきていて、私の場合には最近は新しいコンセプトを作る時とか、私自身もそうですし、私のクライアントさんのコンセプトを作る時には、人寄りですね、そのものによった作り方じゃなくて、人によった作り方をすることとかが最近増えています。もちろんものがですね、非常にこうレアなもので、かつまあ真空スポットというか、みんなに必要とされてるのにまだサービスとして確立されてないようなタイプのものがあった時には、それはスポッとはまることとかもあるんですけれども、とはいえそのものがですね、まあ、誰が欲しいものなのかっていうのはやっぱりどうしても考えるべきものになるので、その人はどんな利便性を求めて、ないしは悩みを解決したくてその検索をするのかっていう、そこの読み込みがですね、AI 化が進むことによってさらに細分化した内容とかになってくるので、その自分の事業を自分で理解して、それをきちんと外向きに発信してないと上手にマッチングがいかなくなるんですよね。上手にマッチングいかないってことは、その出した答えに対して正しいサイトだよっていうふうに Google とかからも紹介されなくなるので、必然的に順位とかが落ちていくことになるので、今後の時代はその AI 化が進んでくるということで考えていくとですね、やはり自分の特徴と、その自分の会社ができるサービスと欲しがっている人とのマッチングがうまくいくような解決策の答えがウェブサイトに書いてあるっていうことが必要になってきちゃうので、以前のようにそれこそキーワードを埋め込んでブログ書きましょうレベルだけでは太刀打ちがいかないようになりつつあるっていうのが現状のネット集客になります。なのでホームページで自動集客をしようっていうことは、私の方で以前からお話はしてるんですけれども、まあ、Google で言うと、例えばネイバーみたいなこうまとめサイトとかもやっぱり上に上がってきちゃうんですね、どうしても。そのある特定の個人のサイトを紹介するよりもリスクが少ない、 Google にとってリスクが少なくて、まとめサイトを紹介しとけばとりあえずどっかを自己責任で選んでねっていうことで責任回避ができる
まあ、これは言われてるわけじゃなくて、 Google が言われてるわけではなくて、まあ、そういう情報があるよっていうレベルでの話なんですけれども、だからそういったサイトが結構やっぱり上位に来てるので、いわゆるお役立ちサイトっていうものですね。だからホームページ単体が上に行くのがだんだん難しくなってきていて、その傾向が 2,3 年前から話を聞いていたので、私はもうお役立ちサイトだけに特化した、自分のサイトですね、まあ、今皆さんが見てくださってるそのサイトを作り始めたっていうのが2年くらい前からのお話になります。ホームページとは別に作ってるんですけれどもね。なのでもちろんそこを見てくださっている方も非常に多いのを知ってますし、キーワードというか、皆さんが知りたいことを中心に書いていく、お話をしていく、お伝えをしていくっていうことは変わりません。だけれども、その探される状況と内容がですね、単純にキーワードでは探されなくなったっていう、そういう形ですね。もちろん探している方もいらっしゃいます。ただそれだけでは順位がいつでも上に行くっていうわけではなくて、その人の悩みに特化した、解決したい課題に特化した答えがピンポイントで出ているサイトの方が上に上がるっていうことなので、まあこれからもしブログを書いていくような方いらっしゃるような時には、答えがあるブログを書くっていうことですよね。まあ、テーマ主題があって、それの答えがあるっていうブログです。なのでご自身のブランディングというか、自分自身がどういう人間でどういうレッスンやってるよっていうレッスン報告はもちろん書いていいんですが、それは自然検索される集客には役には立たないタイプのブログです。ご本人、先生ご本人のどういうふうにレッスン進めていくのかな、優しそうかなとか、生徒さんは楽しんでるのかなとか、そういうのをこうブランディングですね、信頼度をアップするっていうところには貢献するブログなんですけど、初めての人が外から探してきて先生のところにたどり着くっていうタイプのブログではないので、そこを増やしていかないと新規の方は増やしにくいというものがあります。で、新規の方が、もう一度再来訪って言って、そのウェブサイトを見に来るか見に来ないかっていうのは、そのブログの質ですね、質と内容が良くて、あ、この人のはまた来たいなっていうふうにまた来る、でまた来る、でそのうちいちいち見に来るのが面倒くさくなると、更新通知が届くような RSS 機能とか使う方とかですね、それこそそのブログに更新が届きますみたいな、そういうお知らせとかがあるタイプのブログとかがあれば、そこに登録しておくと、更新しました、更新しましたっていう連絡が来たりするようになりますので、それがまあファン化していく内容になってきますね。ですから検索されるっていうことが非常に多様化したっていうことと、その濃度が上がってるというか、 AI 化が進んだことによって、昔のような通り一辺倒のやり方、ないしは記事の書き方だけだと探されにくくなっているというのが現状になっています。ですので、それを把握してできるかできないかっていうのは、やった努力が生きてくるか生きてこないかっていう部分にもつながってくるので、やはりこういった世情とか実情とかが変わっていく変化っていうのは、やはりアンテナを張って、もちろん全てが正しい情報ばかりではないんですけれども、私はこれの情報っていうのは、自分も実際にそれを2年前から動き始めて実感しているからお伝えしている情報です。今そうなって、それが発表になってから今言ってるんじゃないんですよ。自分も実践をして、あ、世の中そういう傾向に変わってるよねっていうのが分かってきたので、今お伝えしているという感じになります。ですから必ず情報は精査する必要はあるんですけれども、きっと世の中の方向性はそういうふうに変わっていくと思うので、自分が今やっていることが本当に時代とか世の中的に有効なのかどうなのかっていうのは、半期に一度でも構わないので、チェックしながら進んでいかれるのがいいかと思いますので、ご参考になさってください。それでは。